はい、はい、よろしくお願いいたします。それではそんな、そう、これ、ね、結構あったんですけど、はい、コメントで発表会でも、うん、吉田は PS5 変えたの変えたのっていうのがあったんですよ。どうですか。私実はですね、お、何変えたんですよ。やった変えたんですよ、ついに。ただ続きがあって話の、はい、みんな手に入んないじゃないですか。入らないですね。で、開発機材はうちの部署一応あるんですけど、うん、他社さんのゲームを当然ほら研究としてプレイしたいんですよ、みんな。したい。したいでしょ。したい。だって仕事だからさ。仕事だからね。そう、でも PS5 手に入んないんですよ。入んないの。そうなのよ、皆さん入んないの。いや、だから開発チームでみんなでこう何、その広場に置いといて、はいはい、PS5 のディスクでね、遊ぶぞみたいな、できないんですよ。ないから全然。そう、持っていかれたんですよ、俺の PS5。なんで第三開発事業本部のドセンターにあるんですよ。ああ、で、あの、え、盗まれたらどうすんのって言ったら、大丈夫、鍵かけておきますって言われて、大丈夫、めっちゃ鍵かかってるっていう。僕は、なるほど、そうなんですよ、ご覧の皆さん、そうなんですよ、僕が買ったディスク全部ね置いてあるんです。そうなんです、弊社内には開発機材は山ほどございますけれども、そうなんですけど、はい、ね、いわゆる皆さんがお持ちと同じタイプの市販の機材が、はい、変えたのか変えてないのかっていう。確かに、まあ、変えた、変えたんですけど、実装したんですか。まあ、遊べてない感じですね、はい、はい、というわけで、まあ、吉田のものはみんなのものということで、第3回発事業本部ですから、はい、うん、そんな感じです、はい、あの、なんとかね、 PS5 の本体は皆さんも抽選にね、一生懸命応募する、応募しましょう、いずれ当たります、はい、頑張っていきましょう、はい、はい、